皆さ、ま、こんにちは大ニュースです中国メディアによると2017年11月に設立された半導体メーカー武漢行進半導体製造有限コンスはこのほど地元政府に接収されました。創立当時同社は総投資額1,280億円約2兆286億円で話題になり地元経済活性化の起爆剤と期待されました。 しかし同社は今半導体産業における中国当局の大躍進政策の失敗例となりましたアメリカ政府の中国企業への輸出金融措置を受けて中国当局は国内供給体制を確立するため昨年から半導体産業の振興政策を次々と打ち出しました同産業へ投資を呼びかけた上 半導体メーカーを補助金や税制優遇措置の対象にし、株式上場や資金調達を優先させました。このため中国各地で半導体企業への投資ブームが起き、半導体メーカーではない企業まで進出しました。中国企業情報検索サイト天元社などによると、武漢光芯の九十パーセント株式を保有する北京高領ランズカギ有限コースは、 11月10日、武漢綱領ランズ鍵有限コンスに買収されました武漢市東西国国有資産監督管理局は武漢綱領の100%株式を保有しています武漢綱領は今年9月25日に設立されたばかりです武漢更新の10%株式を保有しているのは東西国国有資産監督管理局の別の配下企業であるため武漢更新は 完全に東西国政府の管理下に置かれました中国メディアによれば武漢更新の工場建設プロジェクトはすでに中止されました同社は業者に3400万円約5億3900万円の建設費用をいまだに支払っていません同社は2018年と19年 2年連続で湖北省の重要発展プロジェクトに指定されましたしかし筆頭株主だった北京工業は中国当局の産業補助金を騙し取るペーパーカンパニーだったと疑われました今年9月中国市中国経営法は北京工業に関する調査報道を行いました同市が北京工業の法人登録住所を訪ねると同社と関係ない別の企業がありました また、北京高齢の武漢更新に対する実質の出資金はゼロだったということです天元さんによると、北京高齢の設立日は2017年11月2日で武漢更新の設立日とほぼ同じです北京高齢の創業者、総山氏らはその後同じ手法で三豚省などで半導体企業数社を設立しました しかし、中国当局は補助金不正受給の疑いで、総資らを拘束しておらず、捜査についての公表もしていません。台湾の時事評論家、社金華氏は、中国本土の半導体産業投資部分について投稿しました。同市によると、今年上半期、高訴省や安基省などの24の都市で、半導体メーカー20社が相次いで創立されました。 総投資額は1600億円約2兆5400億円です同市はこれらの企業は中央政府の補助金を目当てにまず半導体開発用のビルをたくさん建て設備も多く購入するのだしかし中央政府から巨額の補助金を受け取った後補助金を自分の懐に入れるだけで会社の運営技術開発生産などは全く行わないと述べました 中国政府系雑誌「両方は今年7月20日時点で中国の半導体関連企業が4万5,300社あると示しました今年4月から6月期において新たに4,600社が法人登録を行いました昨年同期と比べて207%増で前期比では130%増だということです。 北京半導体産業協会の首相副事務局長は新しい半導体企業のうちの8割は半導体産業のインフラや生産経験のない中小都市に集中していると指摘しました。過去1年間四川省陝西省江蘇省など5つの省にある半導体企業6社が経営難に陥りました。 六社は投資額百億円、約千五百八十億円以上だったことで、東証メディアに大きく取り上げられました。大紀元エポックタイムズジャパンの YouTube チャンネルをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。私たちは皆様から頂戴いたしましたコメントをいつも楽しみに読ませていただいております。 そして皆様からの貴重なコメントは大紀元の活力となっておりますいつも本当にありがとうございます引き続きましてどうぞよろしくお願いいたします皆様こんにちは大紀元ニュースですカナダ国会では11月18日中国共産党による対カナダ外国干渉を跳ねのける政策を求める保守党の動議が 可決しました同義には中国のファーウェイ技術の次世代通信企画 5G のネットワーク構築を禁止するかどうかを30日間以内に決定するよう政府に求める内容も含まれます法的拘束力のないこの同義は11月18日は賛成179、反対146で通過しました主に新民主党とケベック政団により提出され 与党自由党は5議員しか賛成していません同議提出の前野党保守党の党首であるエリン・オトゥール氏は17日議会の記者会見で中国との関係について新たな戦略を作るために同議の通過を望むと答えました与党自由党トルドー政権がカナダへの圧力に立ち向かうのに十分な行動をとっていないと付け加えました 2018年カナダ警察がアメリカ側の容疑者引き渡し条約に応じてファーウェイ技術最高財務責任者のモー・バンシュ氏を逮捕しました報復として中国共産党は在中カナダ人のマイケル・コブリグ氏とマイケル・スパバー氏の2人を逮捕しました以後二国間関係は悪化の一途をたどっています アメリカ・トランプ政権は、ファーウェイ技術を中国政府の情報機関と見なしており、同盟国、特に情報共有ネットワークファイブアイズに参加するカナダを含めた4カ国に対して、同社との取引禁止を求めています。ファーウェイ技術は、人民解放軍の元技術者が設立し、中国共産党との関係が深い会社です。 トルドー政権はファーウェイ技術による 5G ネットワーク設備の参加について延期していますしかし国内の与野党議員からはファーウェイ技術の導入は国の安全保障に危険をもたらすとしてより明確な禁止を決定するよう求める声が強まっています二国関係はここ数ヶ月中国共産党による香港の自由と民主への圧力や新疆ウイグル族の迫害のエスカレートにより 再び緊張していますカナダの議員の中ではオーストラリアの反スパイ法外国勢力干渉防止法に倣った法案を作成する動きがあります。保守党党首オトゥール議員は17日の記者会見で「カナダは中国共産主義体制の影響力の増大を取り締まらなければならない」と述べ世界情勢の中でカナダの利益にとって 中国のよオトゥール議員は西側世界は急成長する中国経済へのアクセスを得るために人権侵害知的財産権の窃盗貿易観光問題を数十年は無視しており現在この不正に積極的な対応をするべきだと主張しました。トルドー首相は11日 英フィナンシャル・タイムズのインタビューで「中国の圧力に屈してファーウェイ技術の猛使を釈放することはない」と述べました。フランスはフィリップ・シャンパーニュ外相は17日国会に出席し「中国を含む外国政府からの干渉と脅威を非常に深刻に受け止めている」と述べました。最近カナダの安全情報当局は 中国共産党が代理人を通じて在カナダ歌人を脅迫していると報じていますこの事件について外相はカナダ警察当局は捜査を行っており必要に応じて国内警報に基づく刑事告発を行うと述べました大紀源「エポック・タイムズ・ジャパン」の YouTube チャンネルをご覧の皆様いつもご視聴ありがとうございます。 昨今は、メディアの偏更報道やフェイクニュースが大きな社会問題となり、いよいよ人々の生活にも大きな影響を及ぼすようになっています。公正な報道がなければ、国民は正しい判断ができず、国家は何を基準にどこへ向かうというのでしょうか。私たち大紀元の報道を気に入っていただけましたら、 ぜひ皆様の周囲の大切な人たちに大紀元エポックタイムズを知らせてあげてくださいアメリカではすでにエポックタイムズは大人気です引き続きましてどうぞよろしくお願いいたします